皆さんこんにちは、リコです。コロナ禍で生活が困窮している住民税非課税世帯への10万円給付について、本編は住民税非課税なのに対象外になる理由についてお伝えしてまいります。ぜひ最後までご覧ください。今回の動画の目次はこちら。それでは早速対象外になるケースを見ていきましょう。ケース一つ目。世帯主が住民税非課税であっても、世帯員の中に住民税課税となる者がいる場合について、詳しく見ていきましょう。お父さん、お母さん、娘さん、息子さんが住んでいたとして、世帯主のお父さん、お母さん、娘さんは住民税が非課税。しかし、息子さんが住民税課税であった場合、そもそも住民税非課税世帯ではありません。今回の給付金は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金であり、基準日令和3年12月10日時点で世帯員全員が住民税非課税でなければなりません。こういったケースの場合は、令和3年1月から令和4年9月までにコロナの影響で家計が急変し、収入が減少したのであれば、家計急変世帯での給付が可能になるケースもあります。その場合は、期間中の任意の1ヶ月の収入、もしくは所得が住民税非課税世帯水準であれば、給付対象です。家計急変世帯のことを詳しく解説している動画もありますので、概要欄にリンクを載せておきます。合わせてご覧いただけたらと思います。続いてケース2つ目。世帯員全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこととなります。詳しく見ていきましょう。お父さん、お母さん、ともに住民税非課税で、住民税非課税世帯だったとします。離れて住む娘さんが仕送り等をしていて、確定申告等でお父さん、お母さんを扶養親族として申告していた場合、お父さん、お母さんは住民税非課税世帯であっても、今回の臨時特別給付金は対象外となってしまいます。ケース3つ目、住民税課税となる所得があるのに未申告の者がいないことについて、詳しく見ていきましょう。お父さん、お母さん、娘さんは住民税非課税、息子さんは住民税が課税となる所得があるにもかかわらず、確定申告等をせず未申告の場合、給付対象外となってしまいます。そもそも住民税が課税となる所得があるのに未申告というのは、脱税犯罪となる場合がありますので注意しましょう。最後にケース4つ目。世帯分離を令和3年12月10日以降に行った世帯は同一世帯とみなし、給付対象外について、詳しく見ていきましょう。お父さん、お母さん、息子さんが3人暮らしで、お父さん、お母さんは住民税非課税、息子さんは課税なので世帯分離をしたとします。この世帯分離をいつしたのかにより給付対象になるのかが決まります。基準日令和3年12月10日以前に世帯分離をしていた場合は、非課税世帯のお父さん、お母さんは給付対象となります。もし令和3年12月11日以降に世帯分離をしていた場合、同一世帯とみなされ、お父さん、お母さんが非課税世帯であっても、今回の給付金の対象とはなりません。ここまで住民税非課税なのに対象外になる理由についてお伝えしてまいりました。公式 LINE よりよく聞かれる内容でしたので、重複する内容も多いと思いますが、配信いたしました。やはり文字を読んだだけではわからないといった方がたくさんいらっしゃったので、図でわかりやすくお伝えしました。本当にこういう大事な内容に限って理解しがたく難しいんですよね。もう少しわかりやすく国民に向けて説明があったらなと私も思います。それでは本日の Q&A をお送りしたいと思います。本日の Q&A では、プライベートや様々なコメントに対してお答えしていきたいと思います。YouTube のコメント欄、公式 LINE にてお待ちしております。それでは早速行きましょう。本日の Q&A は何歳ですかということでした。コメントありがとうございます。私はアラサーです。そうですね、アラサーの主婦ってことになりますよね。プライベートではアラサーになると周りの友人も結婚したり家庭を持ったりとか、あと子供生まれたりもして、同じ境遇の友人がとても増えてきました。なのでいろんな話ができてとても楽しいですね。ですがコロナ禍でなかなか会えないのが現実なので、それがすごいネックなんですけど、いつかは前みたいに友達にも会えて、家族でもいっぱい旅行に行けて、いろんなことができるようになるってことを信じて、日々前向きに頑張っています。
皆さんくれぐれも風邪をひかないよう体調管理には気をつけてくださいね。ではでは、長くなりましたが、皆さんいつもコメントや高評価本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連様々な分野で皆様の生活のサポートができますよう頑張りますので、よろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。